みんな揃ったね。ううん、暇だったから先に来て準備してただけ。テントはコレイさんが張ってくれたの。ロープを結ぶのが早くて、結び方も丈夫で、プロの技だったよ。私なんて素材を渡すくらいしか手伝えることがなくて。ありがとう。これも師匠と瀬野さんがいつも指導してくれるおかげだ。ああ、優秀な冒険者はみんなこうしている。まったく、いい加減にしてよ。これ以上褒め合ってたら月が昇ってきちゃうから。ほらみんな座って。さっきのバター魚焼きはなかなか美味しかった。作り方を見てなかったけど、旨味は魚肉本来のものだけじゃないみたいだね。その通り。もっと詳しく推理できる？そうだな。匂いは純粋だった。複雑な香辛料じゃないね。あんまり馴染みのない匂いだったから、モンドの特産品かな。料理に使えるモンドの植物の中だと、ドドリアンは普通スープに使われるから、イグサ？正解だ。スメールの魚のクリームソースは柔らかい口当たりで魚肉の旨味を引き立てるものだと聞いている。モンドの香辛料はスメールほど複雑ではないけど、自然な調味料で食材の特徴を際立たせるっていう理屈は互いに通じ合っているんだ。気に入った。でも具体的な分量は。レシピを書いてあげるよ。後で私が作る栄養食を食べてみたい人はいない？一つ頼む。コレイさんは？あんまり食べてなかったけど、食欲がないの？ああ、もともと小食なんだ。もう。ごめん、興ざめだよな。ティナリ、あの日俺たちが道中で見た二足歩行の生き物はパイモンだったのか？どの日だ？石門を通った日だ。はあ、見間違いだろ。帽子に視界を遮られてたんじゃないのか？オイラはいっつも飛んでるんだ。地面を歩くことなんてないぞ。そうか、パイモンが食べ過ぎたかと思ったんだが、バルベリーを。面白くないか。バルベリーでパイモンが滑り落ちた。知り合うのに必要な一環かなって。いい方向に考えてよ。セノはみんなのことを友達だと思ってる。その仮説を検証してみないかい？なんだって？モンドの原生植物が浮遊生命体の機能に影響を及ぼすのか否か。オイラを実験台にするなよ。お前たちの理屈だとザイトゥン島を食べたらあんな風にまん丸になっちゃうのかよ。さんのジョークより旅人とパイモンのやりとりの方が楽しいよ。固定観念だ、長年にわたる。セノってモンドに来てから明るくなったみたいだよな。スメールにいた時と違うっていうか。冒険者のセノだからな。ん？面白くないか？それもそうだろうね。君たちがスメールにいた頃見てたのは仕事中のセノだった。でも実は機嫌がいい時はいつもこうなんだよ。うんうん、
師匠の言う通りだよ。食べる時もたまに器が浅すぎて料理をうまく盛れないって言ったりとか、とにかく予想外の話をしてくるんだ。わかった。改めて自己紹介しよう。俺は大マハマトラのセノだった。だが今この時からは冒険者のセノだと思ってくれ。これだよ。自分が面白いと思う文句をみんなが受け入れるまで延々と繰り返すんだ。つまりセノさんには2つの状態があるってこと？面白い。物質の転換みたいに自由なんだね。私も見習いたいな。そしたらきっと真面目なスクロースとぼーっとしてるスクロースになってしまうね。さて、旅の目的地をモンドにしたからにはみんな何かしたいことがあるってことかな。うん。ウィンドブルーム祭はモンドの一番大切な祭りだってリサさんから聞いたんだ。これを機にみんなに愛情こもった風の花を捧げたい。それで昔世話になった人たちに感謝を示すんだ。外に出かけて新しい友達を作る。これはコレイにとってもいいことだからね。ラクラクダジュ。はあ？今の言葉これコレイに聞こえた。似たような言葉でラクラクダジュというのがある。でもテイワット大陸ではググプラムのような命名の方が多いみたいだ。僕からすれば、うわ、この寒い空気の中でよく顔色一つ変えないで話を続けられるな。最近スメールの環境は大きく変わったし、やっと仕事も少し楽になってきた。せっかくの休暇にコレイの付き添いができて、道中ではモンドの様々な動物や植物を観察できるから、後で講義もできる。一石二鳥だよ。じゃあセノは？コレイの護衛だ。口実だ、絶対口実だ。七星召喚のカスタムカード裏面だ。やっぱり別の目的があったのか。みんな七星召喚はもうやったか？さすが俺の友、優秀だな。カードの裏面を変えようと思いついてから俺はあちこちに聞いて回った。それで最終的に伝説の白亜先生に頼むことにしたんだ。スメールにいるカードゲーム友達の沢田から教えてもらった。沢田は稲妻人で姿の彩り祭に参加していたんだ。白亜先生はモンド人だから運試しにモンドに行くといいと言われてな。白亜先生ってそれ、なんだ、知り合いなのか？なるほど、白亜を探すためにわざわざモンドまで来たんだね。いや、そうではない。コレイの護衛の方がメインだ。そんなはずないだろ。コレイは何度もこっそりモンドに来てたっていうのに、君がついてきたのは今回だけなんだから。俺のことばかり言うが、お前だってそうだろ。僕の作家の友達がここにいたら、事実は小説よりもきなりと言うんだろうね。もう認めちゃうのか？待て、白亜先生というのはまさか。新しい友達にペンネームで呼ばれるのはちょっと変な感じがするな。アルベドでいい。何？君が白亜先生だったの？セノのやつ最近毎日君のことを話してるんだよ。ぜひカード裏のデザインを頼みたいってさ。余計なことを言わなくていい。普段はオーダーメイドの依頼は受けないんだけど、こうして交流して君たちのことはもう友達だと思っている。みんな面白くて博識だ。それにセノが七星召喚に注いでいる並々ならぬ愛情はその目を見ればわかる。
もちろんだ。はるばるスメールから探しに来てくれてありがとう。なら名誉に思ってこの依頼を引き受けないとね。ああ、お前の先生って優しいな。ティナリさんと似てると思うよ。なんというか性格はちょっと違うけど雰囲気が似てるな。では後世に残るこの唯一無二の傑作にいくら用意すれば。後世にまでは残らないだろう。俺の七星召喚のカード裏面に描かれる絵は必ず歴史に名を刻む傑作になる。ぜひそう表現させてくれ。勝手にやらせておいて。カードゲーム好きってみんなこうなんだよ。なるほど、信仰ということか。うん、だったらもっとジョークを聞きたいな。ジョーク？俺のジョークを気に入ってくれたのか。僕は結構好きだよ。でもさっきは全然笑っていなかったじゃないか。笑うかどうかは別として面白いと思ってるよ。ちょっと失礼。なんか変な匂いがしない？あ、私の栄養食が。大丈夫か？一緒に見に行くか？アルベドとスクロースはいい人だけど、食事中ずっとジョークの話ばっかりでちょっと頭が痛くなってきた。どうやら本当にいいジョークというのは必ずしも人を笑わせるものでなくていいらしい。スクロースのことは頼むよ。こちらの新しい友達のことは僕に任せて。鍋の方は大丈夫かな？はあ、よかった。そこしか焦げてなくて。鍋は洗ったらまた使えそう。ティナリの鋭い嗅覚のおかげで助かったな。セノさんには申し訳ないけど、別の日に改めて作るしかないかも。そうだ。ねえ、気づいてるかもしれないけど、コレイさん、なんだか落ち込んでるみたい。みんながおしゃべりしてる時も、あまり元気がなかったの。あのメモのこと、覚えてる？ふと思いついたんだけど。あの謎を解いて祝福を受けるチャンスをコレイさんにあげたいな。手伝いを必要としてる人。そう、コレイさんなら私の試験管に息を吹き込んでくれるかも。ううん、これはまた後で考えよう。実験の進捗も大事だけど、それよりもコレイさんの喜ぶ姿が見たいの。いい考えだな。オイラたちも手伝おうぜ。本当？正直に教えて。あなたたちもあの予言は信じていいと思う？こいつの言う通りだ。わかった。それじゃあモンド城の合成台で合流しよう。私は先に考えておくね。ただいま。惜しかったね。もう少し早ければ今の風車に関するジョークを聞けたのに。やめてよ。5回目はさすがに勘弁。へえ、そう言われると逆に気になるぜ。一体どういうジョークだったんだ？そういえば東風の竜を見に行きたいって言ってたよね。いつ行くの？明日の朝だ。お前は予定はどうだ？山に登って散策したいな。植物の標本を採取したいんだ。僕が付き添うっていうのはどうだい？僕もカードの裏面用のイラストを描くためにアイデアを集めたいんだ。いたいた。ここに焚き火なんてあるわけないと思ったら。へえ、目がいいね。
さすが偵察騎士だな。まさかうっかり焚き火のルールでも破ってたか。そうじゃないよ。焚き火の事前報告はなかったけど、錬金術師の2人もいるから目をつぶってあげる。お、そうそう、自己紹介がまだだったね。私はアンバーで、こっちは遊撃小隊隊長のエウルア、私の友達だよ。こんばんは。君たちはコレイの知り合い？よろしくね。よろしく。アンバーとエウルアのことはコレイから聞いたことがある。本当？もしかして褒めてくれたの？前も言ったじゃないか。もちろん褒めたよ。基本的にいつも手紙が来るたびお前たちの話が聞ける。そうだったんだ、ありがとう。あ、コレイを迎えに来たんだった。この辺で失礼するね。行こう、コレイ。いくつか景色がいいところに連れて行ってあげる。あ、わかった。相変わらず元気いっぱいだな。お？セナもアンバーのことを知ってるのか？ああ、以前会ったことがある。それにコレイの大事な友人だからな。俺たちは感謝してるんだ。アンバーの活発さと陽気な性格があれば誰とでも仲良くなれる気がするぞ。おお。もう遅い時間だ。明日も予定が詰まっているから、みんな帰ってゆっくり休んでくれ。うん、僕も片付けを手伝うよ。銀融野郎にメモの内容を確認してもらいに行きたいのか。ひひ、やっぱりオイラわかってるな。この時間ならあいつは酒場のあたりにいるはずだ。早速行ってみようぜ。久しぶり。金融野郎、やっぱりまた酒を飲んでたんだな。早くジョッキを下ろして真面目に聞いてくれ。こっちは大事な話で来たんだ。忘れたのかい？今はウィンドブルーム祭の期間中だから、安易に人に頼み事しちゃいけないんだよ。じゃあ答えは教えないで、この件はやってみる甲斐があるのかどうかだけ教えてくれ。つまりちょっとしたヒントが欲しいってこと？君の答え気に入ったよ。この予言を残した人はすごいね。謎を解けばきっといいことがあると思うよ。それから僕はランプがどこにあるかも知っている。その4つを見つけたら場所を書いてあげるよ。優しいでしょ。はっ、どうせお前の口から手がかりを聞けるだなんて期待してなかったぜ。お前はこのまま風に当たりながら酒でも飲んでろ。悲しいな。パイモンの目には僕が他にすることのない酔っ払いみたいに映ってるなんて。吟遊詩人にはやることがたくさんあるのに、生活を楽しむってことはその中でも一番重要な一つに過ぎないんだよ。そうだ、全てが終わったら一杯付き合ってくれるかい？これも僕からのお願いだと思って聞いておくれ。
在しない花。存在しない花。スクロース、いい知らせと悪い知らせ、どっちが聞きたい？お、じゃあ悪い知らせの方かな。え、普通はいい知らせから聞きたいものじゃないのか。とにかく風たちの地でそよ風に占ってもらってきたんだ。謎には意味があって、お前のアイディアはいいものだ、やってみる甲斐はあるってそよ風が言ってたぜ。それって悪い知らせには聞こえないね。本当の悪い知らせは何なの？悪い知らせはオイラが食べた。えへっ、セナのせいだ。面白くなかったらセナのせいなんだからな。大丈夫、安心したよ。さっき考えてたんだけど、存在しない花っていうのは人工栽培の品種のことだと思ったの。でもそれは存在しないというよりも既存の品種の変種といった方がいい。そうなれば推測できるものは全て存在しないとは言えないでしょ。でもこの世に存在しないものが何かなんてこと誰がわかるっていうの？この命題の真意は一体何なんだろう。うわぁ、もうやめてくれ、頭がパンクしそうだ。うん、じゃあ具体的な推測に戻るけど、存在しない花ってもしかすると錬金術師の産物かも。うん、アルベト先生なら答えを知ってるかも。でも最初に先生に聞くっていうのは試験の時に直接先生に聞くようなもの。それじゃ真理を追求する意味がなくなっちゃうよ。やっぱりもうちょっと自分で考えてみよう。風の花ってことはないのか？あ、そういえばその可能性もあるね。風の花は具体的に定義された花じゃない。人々はそれぞれが心に思う風の花を自由に決められる。つまり本当の風の花は存在しない。これって方向性の一つかも。しっかり頭の中にメモした。帰ったら文献を調べるね。あう、ひひ、オイラ役に立てたぜ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きのおかげかもな。ちょっと準備しないといけないから2日後ここで落ち合うのはどうかな。うん、残りの3つの謎の答えも考えておくぜ。でもオイラたちが3人でやってるってことをコレイに教えなくていいのか？サプライズにしようかなとも思ったけど、期待させておいてがっかりさせたくないし、パイモンの言う通りだね。なんていうか考えておくよ。この2日でチャンスを見つけて私からコレイさんに伝えるね。うん、それじゃあよろしくね。